鶴子浜防災緑地公園オートキャンプ場をかまんと言えたっていうところで、福島浜キャンプ飯っていうねキャンプイベントが開催されていて、今日はそちらに参加させていただいております。これどういうねイベントかって言ったら、まあ皆さんねテント張ってキャンプしてるんですけど、福島の美味しい海鮮を食べようっていうね、めちゃめちゃイベント、抽選で当たった運良き方たちが参加されております。まあちょっとその理由なんですけど、このね海鮮が使いたい放題、すごい。これ毛ガニですか？これ毛ガニです。毛ガニがちょっと動いてる。動いてます。わー、これは何ガニですか？なんか地元の海産物と、ほらこんにちは、地元のお願いします。このニンニクも美味しいので、ニンニクすごい、こんな状態初めて見た。今タイムキ体験とかできるの？すごい大きい。一年低年の方、はい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 、金杯でねえとここでは食べへん。これこれ、あそうそう、はいはい、小指をここへ下へ当てて、小指を当てて、あ持ち方が反対、あこう、小指をここへ、はい、あ、入ったかも、入ったかも、こうやったら、はい、ここへ、こうへ、おー、入った、お、もうそしたらば、ぎゅーっとこっちの下へこう、うわ、あと貝柱が切れたらば、こっちの貝柱を切る、おお、ぎゅっと、おー、めっちゃ共同作業、うわ、出てきた、おいしそう。こっちの貝柱をまた切る、こっちの貝に沿ってこうやって綺麗に出来上がる、はい、おー、手を打って結んで結んでいいの、いいじゃん、騒ぐなって出て、うわ、新地はいいとこ食べした、新地いいとこ、穴掘っと金は出てくる、あ、ほんまに、うん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 、めっちゃうまいですね、はい、この道60年って言ったでした。言ったでした。さあ60年ありがとうございます。60年まで強く言うなでばこの道60年、この60年なんてんだ、半分だって怖い怖い、どんどん持ってて食べて、はい、この道60年です。60年ってのは低く言うんだこの道、なんでちっちゃい声なんで、取りに来る、はい、これでとやっ、うわ美味しそう、くれて食べて甘みが、ありがとうございます。このまんまこれ食べれるキャンプってどんだけ贅沢なん、これありがとうございます。これこのヘリがうまいんだ、これですか、これが、これが美味しいらしい、うわー美味しそう、いただきます。うーん、まいね、これな、甘っ、甘っ、めっちゃ甘い、塩水入った方が甘く、甘みが引き立つみたいな、最初塩水が塩うまってなのに、後から甘みが来て、もうめっちゃ美味しい、まいね、ありがとうございます。漫才やるべ、漫才やるべ、漫才やるべ、まだ柔らかみやる、おいしそう。ホッキの生、これ絶対さお寿司屋さんとかで赤いやつやんね、なんか先っぽの方、それ生で食べるという、え、いいよこんなん、いただきます。うまっ、うん、日本酒くださいってなるわめっちゃおいしい、幸せ、めっちゃうまい、磯の香りみたいな美味しさと、この道60年のおっちゃんが、漁師のおっちゃんっていい感じよね、ほんま、漫才コンビ組もうや、ちょっと漫才やってみっか言って、すんで開いてって言ってたけど、何っていうめちゃくちゃ面白いいただきます。めっちゃ美味しい、絶対美味しい状態になってきてんねんけど、すごい美味しそう、うわー、グツグツ言ってきてる、あ、もういい感じ、もうめっちゃ美味しそう、え、あ、もう早く食べないと、これ赤くなって、ちょっとめっちゃピンクがかった感じ , 笑い止まらんねんけど、もう椅子あんのに椅子座ってへんしな、すいません、乾杯、ノンアルやけど、美味しい、
うわー、いただきます。贅沢すぎる、贅沢すぎる、めっちゃおもろい、やばい、やば、いやー、正座して食べてんねんで、分かってる？なんか甘い、甘いな、それしか言うてへんけど、ほんまに甘い、甘い、もうなんか誕生日ケーキじゃなくて誕生日ホッケ貝でいいっていうぐらい、めっちゃ最近もうほんま一人になったもん、久しぶりすぎて、なんちゅう体勢で食べてんだって感じやもんな、もう美味しすぎる、落ちて早く、あ、来た、あー美味しそう、福島浜キャンプ飯これぞ、めっちゃ美味しそう。フルマイアンコウ汁が来ました、すごい、もう大盛りやねんけど、めっちゃ美味しい、足がもうめっちゃ効いてる、もう魚の出汁みたいな、美味しい、もうこの日のために頑張ってきたって感じ。私がちょっと美味しそうやなって思ったレシピを、うわすごい、ナトリの何なんズズ瓶だ、サラティルだ、誰がズズ瓶、ズズ瓶で田舎瓶すごい、いただきます、さっきのタコ刺し、うまっ、めっちゃ美味しい、家でタコ坊主待ってるけどタコうまいうまっ、なんか弾力が全然ちゃう、こんなんですよあー美味しい、ゆぴこずの浜キャンプ飯、ちょっと油多めにしとこう、ね、全部バーンって炒めちゃっていいと、そうめっちゃすぐ焦げそう、よっしゃ炒めて、今やっと自分の料理をし始めてます。でこれもう塩味がめっちゃ美味しいから、もうあんまりお塩も入れなくていいよね、多分こんな感じ、全然料理という料理してないって感じやけどね、これも入れて、でバジル、オッケなんか大人やな、かわいい、このスプーンがまた色さじ屋さんっていうところで購入して、すごい特別な時に使おうと思ってて今日使っちゃいます。めっちゃ白ワイン欲しくなるやつ、うまっ、なんかめっちゃ洋風な感じなのに、この福島のなんか海の塩みたいな感じで、なんか和風っぽい味がするブルスケッタ、ちょっとほんまに全然何もしてへんけどめちゃくちゃ美味しいから、ほんまモッツァレラ、あ、ほんまですか、こんな
感じで。完璧ですよ。なんで焦げてます。めっちゃちょっと綺麗な人が来たからめっちゃ会話を楽しんでいたら。うん、味変最高。めっちゃこぼれそう。やっぱ指が皿になって、もうなんかおしゃれなものをおしゃれに食べられへんようになってる。うまい。このニンニクも地元のニンニクらしくて、地元のお野菜とお魚のありがたさ。うん。なんかもう最近ソロでこういうことしてなかったから涙がこみ上げてきます。美味しい。しかも今日、まあ、ここ東北じゃないですか。東北で福島県なんですけど、うちのもう他界したお父さんがあのめちゃくちゃアウトドア好きで宮城県出身なんですよね。そのお父さんが使ってたなんとハンゴーがあるんですけど、そのハンゴーをね、やっぱお父さんのふるさとで、まあ隣やねんけど東北でこうちょっと使ってあげたいなっていうので、このナチュギアのハンゴーカバンに入れて。しょっぱくなるわ塩水で。そのハンゴーでちょっと最後アサリラーメンちょっと作ろうかなみたいな。ちょっと最後アサリラーメン作ろう。一回ちょっと取り出して戻ります。アサシちょっとだけ醤油入れる。ネギほんまちょっとだけ。できたかな。止まる予定やろ。よろしくお願いします。あ、めちゃくちゃ美味しそうにできました。寒くなってきた。めっちゃいいシチュエーションで、かき氷めっちゃ暑い時に食べるみたいな感じで。寒い、鼻水出てきた。ちょっと曇ってきたし、ただラーメンを食べるにはめっちゃいいシチュエーションです。寒い。貝出汁うま。なんか貝出汁と鶏ガラが混ざって、普通の鶏ガラやったら絶対この味出えへんもん。めっちゃうまい。めちゃくちゃ美味しいやつ。なんか冷凍やけど結構茹でてもカスカスにならないというか。美味しい。ヒラメ？ヒラメ、あ、さっきの泳いでたやつ。あそこの食材の中。すごい。じゃ最高じゃないですか。もう絶対ビールに上がってるじゃないですか。絶対合うやつ。いいな、楽しそう。皆さん食べて。え、いいんですか？いい。味見してないからな、俺。うわ、合うんだろうな。うまい。縁側だ。おいしい。うまいでしょうね。顔する。しかもなんかもう人が作ったご飯も食べるの久しぶりで、もうめちゃくちゃうまい。お隣の方々にも。あ、美味しいですか？と、とってもいいです。うまい。ありがとうございます。いただきます。塩です。塩だけ。いただきます。ビビル塩。もうこれが美味しいからです。このシラスと。なんかめっちゃ美味しくないですか？じゃないですか。バジル入ってるのになんか食べたら和になります。そう、なんか海の町のイタリアンって感じじゃないですか。確かに。はい、お料理してこんなに食べてほしくなったのが久しぶりで。かわいい。リンゴなんや。多分バジルは効いてるかもしれないですけど。ありがとうございます。いただきます。昨日と全然違いますね。いい感じです。すごい素敵な風景が広がっております。